三十土橋三十土橋は埼玉県秩父市大滝の荒川に架か,かる道路橋である。三十土は三十度と記される場合がある。荒川本流において最も上流に架か,かる車道橋である。秩父路三代表中の一つ三十土のつららがある。荒川河口から 147.5km の位置に架か,かる。三十場地区の生活道路となっているほか、橋が 三部山の北側の麓に位置し、三方神社や三部公園へ至る登山道である三重土ハイキングコースの交通手段となっている市道の永久橋である。荒川の源流域が名を変えて、入線となる流路にかかる国道140号の入線橋や上流側で元橋の近傍に位置する二瀬ダム停滞の天馬場を通る埼玉県道278号。 秩父玉街国立公園三部線や、二瀬ダム付近の荒川の谷間に並行してかかる、国道140号の山道橋である、秩父高を橋を除くと、荒川本流において、右岸側と左岸側を直接結ぶ最も上流にかかる車両が、通れる橋となる。なお人道橋については、元橋の上流側にいずれも吊り橋で三橋あり、秩父湖に秩父湖橋があり、 さらに上流側の不動滝吊り橋、およびさらに上流側に無名の吊り橋が架けられている。橋長48.0メートル、福音2.2メートルの3景間の永久橋の桁橋で、溶か部分である。右岸側1景間が後半桁、左岸側2景間がコンクリート桁である。橋の両詰めや取り付け道路に車止めは設置されておらず。 東流橋のような通行規制は行われていない。福音が狭いことから交互通行である。歩道や路側帯のグリーンベルトは設置されていない。高欄は鉄製である。橋脚は河川の水流圧を減じるため上流側には鋭角な形状の水性光が施されている。橋を通る路線バスなどの公共交通機関は設定されていないが付近を通る。 国道140号に西部観光バス及び秩父市営バスの30馬停留所がある。山地に位置し両岸とも休憩斜地で周囲の集落よりも低い位置に橋が架けられているため取り付け道路が縦断勾配を有し斜面に沿ってクランク状に急カーブしている。この橋はいつから架けられていたかは定かではない。国土地理院の明治43年即図。 大正2年4月30日発行の地形図153法によると30土橋の仮設地点とほぼ同じ場所に橋の地図記号が記されており明治末期より前にはすでに橋が架けられていたらしい現在の橋は1965年に仮設された竣工当時は秩父軍大滝村に架かる大滝村管理の尊道の橋であったが2005年4月1日の 合併により、大滝村は、秩父市に合併され、秩父市管理の橋となった。三十土橋より、下流川を望む。三十土のつららと、荒川。周囲は三方神社がある。三部山の麓にあたり、秩父玉街国立公園の公園区域である、普通地域の区域に指定されているほか、特別地域の区域も近い。また、 橋付近は約1億年前の四万都体の地層を有した山間部の深い V 字国となっていて山の1963年4月に縄文時代中期初頭の遺跡である30倍遺跡が付近で発見され土器片や石器が発掘されている。また橋のある場所は国土交通省関東地方整備局二瀬ダム管理所が臨時に 水質測定を行う地点の一つに加えられている。陶器は、橋周辺の貸しの崖から湧き出る水が氷結することで、作り出される30土の氷柱と称した多数のつららを望むことができ、大滝氷祭りが開催される。ありがとうございます。